結構ね、心臓に悪い、これはバーン言うんです。あ、外れました。今回静かでしたね。アイアスライバーでこちら側に数字が出ていないとギアンテだ。マツダの下側から上側にセリオ回ウッパス。ハロー YouTube、 セリオ回ウッパス、セリオ重信です。今回はこちらですね、 RB1 オデッセイのアッパーアーム交換をしていきたいと思います。で、今回はちょっとね、上級者向けというか、あんまり素人が手出すとですね、痛い目を見る可能性が高いので、ちょっと傍観して見ていただければいいなと思っております。で、こちらですね、やる場合に今回キーとなります工具、こちらですね、ボールジョイントリムーバーっていうものがあります。で、こちらですね、これは結構高いものになっちゃうんですけども、汎用品っていうか結構安く買える、この同じボールジョイントリムーバーであれば、もう6000円ぐらいで買えるのかなっていう感じしますね。これ多分 2,3 万以上しちゃうんで高いんで、あんまりおすすめはできないんですけども、ちなみにハス鋼製ってやつですね。知ってる方は知っているハス鋼製、買いやすいものを使っていただければいいなと思っております。それでは早速やっていきましょう。それでは今回の注意点なんですけども、基本的に私は利便性を求めて今ジャッキっていうかリフトでやっちゃうんですが、基本的には馬をかけてもできる作業なので、そちらでチャレンジしてみてください。前輪だけっていう感じだと後ろがですね、ガタついてしまったりとかもあるので、基本的に4箇所馬をかけて作業するのがおすすめです。基本的にですね、作業を進めていくにあたって一つ注意がありまして、なるべく近道をしないってことですね。できれば遠回りしながら作業を進めていくっていうのが大切です。で、それはなぜかっていうとですね、例えば見てください。今回交換するこのアッパーアームなんですが、結構いろいろ付属品ついてますよね。これボルトヘッド見えます。こちらボルトヘッド見えるんで、頑張ればこの隙間からネジを回してですね、ボルト緩めてボルトを抜いて交換できてしまう可能性は高いんですけども、非常に危険なんですよ。っていうのはなぜかっていうと、やっぱりこうナックルがついているので、自重で下にガーンって下がってしまったりとかで、そのせいでこの配線ですね、ついている、これは ABS の配線なんですけど、 ABS の配線がブチンって切れたりとか、最悪ブレーキホース傷つけてブレーキフルードが、ね、漏れてしまったりとかっていうのもあるので、そういうところはなるべく近道をせずに、こういう付属品っていうものをね、全て外しながら作業していくのがおすすめです。はい、そしてもう一点ですね、今回はリフトを使ってるんで、こういうミッションジャッキを使うんですが、やっぱり個人でなかなかこういうものを揃える大変なので、おすすめはですね、こちらですね、二輪用のジャッキになっております。で、これ二輪用ジャッキ何がいいかっていうと、こうやってやっぱり幅が広いんですよ。普通の車についているパンタグラフジャッキだと、ちょっと点だし、下もちょっとした小さい面になってしまって不安定じゃないですか。もし馬をかけて作業する場合は、こちらのバイク用ジャッキがあるとかなり楽になります。これの替えですよね。これの替えで、馬であればこれ結構高さ持ち上がりますんで、こういうのもおすすめできます。これ大体1万円以内ぐらいで買えますね。もし見つけたら買ってみるのもいいかもしれないです。はい、では前置き長くやってすいませんでした。早速少しずつ外していきます。それでは先ほど言った通りですね、まずこう邪魔になる付属品ですね、こういう ABS ケーブルとかそういうものがあれば全部外していきましょう。すいません、ちょっと言い忘れてました。作業するにあたってですね、あらかじめ、このコイルハウジングね、洗うっていうのも大切なんですけども、もし洗えない場合はですね、やる前にですね、エアブローして、砂利とか目に入って作業しづらいってことは僕も結構たくさんあったので、そういうのを防ぐためにまずエアブローしちゃいましょうね。ごめんなさい。まずこの大切なポイントは、このショックですね。このショックを外さないとちょっと作業が非常にしにくいので、まずこのショックを外すことから始めます。で、ショックを外す際に順番があって、大体下から順に上に向かってやっていくっていうですね、ショックマウント、アッパーマウントからボルト一気に外してしまうと、このままガタンって落ちて怪我をしやすいし、他のものを傷つける可能性があるので、下からやっていきましょうね。下は 17mm のボルトヘッドで付けられていますので、片方は支えにして片方でよいしょ緩めていってください。で、
ここなんですけども、このボルトは、取らなくて大丈夫です。取らなくて大丈夫です、ある程度緩んだ状態で置いとけばこれで大丈夫です。これでもう緩んでるのでこれで OK です。はい、続いてこちらですね、このショックアブソーバーのブラケットの上側、ここですね。このショックとこのブラケット固定しているボルト、これですね。これを、ちょっと緩めてください。まずはちょっと緩めてください。ごめんなさい、今ちょっとカメラの角度でやりにくいんですけど、ちょっとこれは、緩める程度で大丈夫です。こんな感じでよいしょ、ちょっと緩める程度で大丈夫です。はい、緩めましたね。押しましたらば、ミッションジャッキで、ロアームを押し上げます。こっちですね、ここら辺よく見せてください。ショックが少し上に持ち上がったらば、はい、ここで固定します。でこれなぜかっていうと、ここのショックのスリーブ上とこっちのブラケットの中で半円にカットされて、そこにボルトがぶっ刺さってるんですよね。でこの自重のまんま下に下がった状態でやると、これボルト傷ついていってしまうんですよ。あの半円に、両方とも半円にカットされてて、これがずれてしまってボルトが抜きにくくなったりするので、少し持ち上げた状態にしておきます。で基本的に私一応説明しやすいように、基本的に手作業の工具で行っているんですけども、インパクトとかあればそちら使っていただいても大丈夫です。はい、抜けました。まあ、これが、ショックとショックアブソーバーとブラケット固定しているボルトですね。これは抜いておきます。はい、そしたらばですね、こちら抜けましたので、ミッションジャッキを少し下げていきます。でこちら今見せてください。はい、はい、少しずつ下げていきます。で少しここガタを作ってあげてくださいね。で外れにくい場合はここにですね、潤滑剤を塗ります。ここは純正だとここがですね、非常に固着している可能性があるので、潤滑剤を塗ってあげてください。はい、こんな感じですね。潤滑剤を塗ってあげてください。で少しこうやってショックを揺すりながらですね、揺すりながら、もしくは少しこうやってガタをつかせながら下に抜いていきます。でこれが純正のショック、ごめんなさい、一つ説明し忘れました。純正のショックだとこのショック自体の長さが結構あるので、その場合このブラケットの下を固定したボルトはもう抜いて作業してください。ごめんなさい、これ車高調なんでちょっと短くなってたっていうのがあったんで、ごめんなさい、そこ忘れてました。これで抜けない場合はブラケットを外して作業してください。そしたらですね、こちら、全部取っちゃいましょう。こちらのボルトを全て取ります。はい、でここ結構ね、ここ硬いので少し揺さぶりながらとか、あとはラチェットでですね、でですね、ごめんなさい、一つ言わせてました。ここのボルト抜く前にちょっとロアームを支えておきましょう、ミッションジャッキで。でここのボルトも結構硬いんで、なるべくですね、こうやってミッションジャッキで少し高さを調整しながら抜きやすいところを見つけて抜いてください。で、まあこれですね、基本的にボルト刺さってる方向はフロント側からこういう風に刺さってるのでね、まあ向き間違いないでつけてください。はい、でこう下のボルト抜いたら、まずミッションジャッキを少しずつ下げていきます。はい、こんな感じで。はい、そしたら次にこのブラケットを固定しているですね、このショックとブラケットの間のこのボルトを外します。これ 14mm ですね。これもうすでにちょっと緩めてあります。はい、こんな感じで抜きます。そしたらばこのブラケットを下に引き抜きます。これを揺すってください。で今これもう、抜きづらい場合は潤滑剤をあらかじめ塗っておくといいですね。はい、こんな感じです。はい、そうするとこのブラケットが外れます。次やる作業はこのショックアブソーバーを外すことですね。なので一応車体を下げていきます。はい、でボンネット開けますね。はい、で、RB1 オデッセイのいいところはですね、ショックマウントがここのめくらで確認できてしまうところなんですね。これがですね、エスティマとかアルファードとかだとこの、ワイパーマウントですね、
ここのワイパーがついている根元、モーターとかついているこの樹脂全部外さなくちゃできない作業ができないんですが、なんとアルビオンオデッサはこうやってサービスホールを外すだけで、作業ができるというのは素晴らしいと思います。ここのボルトサイズは14ミリですね。硬い。アッパーマウントのボルトを緩めていったんですけども、すごい硬いので、皆さんもですね、潤滑剤つけた方がいいと思いますね。これね、あらかじめ、はい、で今私は何をやってるかっていうと、下からショックを上に少し持ち上げながらボルトを緩めています。なんでちょっと変な格好をしております。このまんまですね、アッパーマウントのボルトを全部外し切ってしまうと下に、まあ、落ちますよね。当然ながら下にガーンと落ちてしまう可能性が、まあ、非常に高いし、下手すればですね、ドライブシャフトのブーツを傷つけてしまうことにもなりかねないので、はい、外しました。アッパーマウントのボルト全部外しました。ゆっくり外していきます。よいしょ、はいはい、外せました。はい、ようやくですね、ショックを外したことによってですね、だいぶ整備性が上がりました。結構ね、ガラッとしていい感じですね。そしたらまず、今回最大の難関であるこちらですね、ボールジョイント、こちらを外していきます。まずですね、こう割りピンを外してください。割りピンですね、できればですね、まあ、再利用する方も非常に多いんですけども、できれば交換してあげた方がいいですね。まあ、なかなか緩まないんでね、ここはね、そうそう、まあ、基本的には交換をお勧めします。割りピンはね、はい、次にここを緩めますね。ここのボルト、17ミリですね。アッパーマウントボールジョイントは、17ミリ、よいしょ。これは結構そんな強くは締まってないので、メガネでいけると思います。よいしょ、はい、このようですね。でやっぱりここも緩みにくい場合は、あらかじめこうですね、潤滑剤を塗っておいてください。で、あと1箇所、こっちですね、こっち、ちょっと見えにくいんですけども、こっち側、このボールジョイントとこの、ナックルがつながっているこの部分も、後々外さなくちゃいけないんで、できれば少しこうやって、ブーツを持ち上げて、潤滑剤を塗っておいてあげると、まあ、少し外れやすくなります。はい、外せました。あ、こういう王冠型のナットを使ってるんですね。さあ、ここまで来ました。で、まずここまで来た時にですね、先にドアームが落ちないように、ミッションジャッキですね、いきなりガーンって下に落ちないように、少し持ち上げておきます。少しで大丈夫です。少し持ち上げておきます。そしてちょっとここで洗う技を使います。ハンマーを使います。でこれなぜ使うかというとですね、この状態でいきなりこのボールジョイントリムーバーを使おうとするとですね、まあ、がっちりしすぎて、これでもまあ頑張ればこれだけで外すことも可能なんですけども、実際このボールジョイントリムーバー自体にも少し負担がかかってしまうので、あとこっちもやっぱり外れにくいというのがあるので、まずこれを使う前にハンマーでこのボールジョイントをつなぐ場所とこのナックル側の横丁あたりですね、ハンマーで叩きます。まあ、こんな感じで左右からでもいいですね。こんな感じで、まあ、まあまあちょい強めに、思いっきりこうはダメですよ、思いっきりこうはダメですけど、これで横っ腹をトントントンで叩く感じで大丈夫です。
そしたらようやく登場します。こちらボールジョイントリムーバー、こちらで、まあ、高さを調整していただいて、取っていきましょう。よいしょ、こんな感じかな。これでいけるかな。ちょっとこれ調整式なんで少し変えますね。はい、それでは外していきます。で、この際に、ね、結構僕も毎回びっくりするんですけど、バーンと音がするんですよ。まあそこ注意ですね。でも今回ちょっと緩め、先にあのハンマーで、前置き入れといたんで大丈夫かと思うんですが、結構ね、心臓に悪い。これはバーンって言うんです。あ、外れました。今回静かでしたね。先に潤滑油を入れておいたことと、あと横っ腹少し叩いたことによって、まあ、要はここの接続している円が少し潰せるんですよね。で、ちょっと隙間が作れて外れたっていう感じになっております。これ本当にいい方法だと思うので、まあぜひチャレンジしてみてください。はい、で、とうとう見えてきました。アッパーアームですね。アッパーアームこちら外していきます。まずはここも多分14ミリのボルトですかね。14ミリですね。14ミリのボルトを外していきます。あ、そんな硬くないですね、ここはね。そんな硬くないですね。ちょっと緩めて、あ、これ緩めた瞬間にこいつ下にバーンと落ちてくるんで、ちょっと見てみますか。これ怪我しないように気をつけてください。いいよ。もうちょっといく。お、ほら来た、ほら来た。はい、僕過去にこれで僕指を挟んで血まめを作ったことがあるので気をつけてください。よいしょ、ちょっとバチャって使う。怖いんですよね、足回りってね。いきなりこうやってバーンと落ちてきたりするから、それで何回爪を割ったことか。もう怖いんですよ。こうやってあらかじめ注目しておくことによって、皆さんもね、怪我をしにくいように作業できると思いますので、ぜひそうやってみてください。よいしょ、いけた。結構長いですね、ボルトね。はい、ボルトが抜けました。で、これで手前に引けば、はい、アッパーアームが取り外しが完了しました。はい、で、今回取り外したものはこちらですね。で、次取り付けるものはこちらです。パッと見で気づいた方ご名答。ちょっと物は違うんですよ、これなぜか。そうなんです、実は今回ただのアッパーアーム交換ではなかったんですね。このオーナーさんから聞いたんですけど、